はい、皆さんこんにちは。ラクタップエンタメのノブです。本日もよろしくお願いいたします。このチャンネルはですね、エンターテインメントに関すること、毎回一つテーマを決めて配信しております。私が映画好きのタップダンサーということで、映画やタップのことを中心に配信しておりましたが、今はタップのことを中心に配信しておりますということで、本日のテーマもタップダンスでいきたいと思います。皆さん方のタップダンスライフに少しでもお役に立てればと思っております。動画の進行は概要欄の方に書いております。そしてですね、もしこの動画が良ければチャンネル登録評価ボタンの方もよろしくお願いいたします。ということで、毎日少しずつコツコツと10秒ショートコンビネーションチャレンジ、今日も楽しんでいきましょう。よーい、スタート。はい、それでは今日もステップいってみたいと思います。はい、せーの。それではステップの解説いきたいと思います。私、右足のクランクからいきたいと思います。それでは早速いきましょう。やることをリズム込みでいきます。トンタンタンタタンタタタドン、せーの。タンタンタンタタンタタタドン。おそらく大丈夫なんじゃないかなと思います。それでは次行きましょう。今左足が上がってますので、左からヒールで立っていきます。トンバ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 ンとなります。左上がってますね。チャンチャンじゃん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 となります。一回頭のここまで通してみましょう。はい、シックスのタンタンタンティタンタタタタン、トントンパ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 ン。さあ、はい、シックスのタンタンタンタタンタタタタン、はい、ちゃん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 ドンとなります。そしたら次行きましょう。やること5、6、7、8で終わってますので、トーから始めます。トー、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8となります。A1 からいきますね。5、6、7、A1、2、3、4、5、6、7、A1、2、3、4、5、6、7、8となります。これで今回覚えること以上になります。それではね、一回頭から続けるとどうなるかやってみましょう。5、6、せーの。タンタンタンタタンタタタタン、はい、チャン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 、トン、トロロ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 ロロロロトロロトロロ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 となります。おそらく大丈夫なんじゃないかなと思います。それではちょっと早く練習いってみましょう。タッタッタッティタッ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 タぐらいでいきますね。はい。シックスせーの。ハッ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 。はい。チャン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 。トーワン。ハッ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 。チャンチャンチャンチャチャンチャ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 ン、はい、タンタンティンタ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 ン、トーワン、フフフフフフとなります。はい、シックスせーの。はい、シックスせーの。
ります。おそらく大丈夫なんじゃないかなと思います。それでは曲でいってみましょう。はい、それでは曲でいってみたいと思います。はい、6せーの。それでは曲でいってみたいと思います。はい、シックス、せーの。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今日のコンビネーションですね、ぜひ何度もチャレンジして楽しんでいっていただければと思います。ということで本日も長い間ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。 Let's meet next movie. バイバーイ。はい、それでは本日もおまけのコーナーまで見ていただいて誠にありがとうございます。今回のコンビネーションのワンポイントコツいきたいと思います。今回ね、しっかりクランク使っていきましょうということで、最初ドン、しっかりタップシューズ内側のエッジ使ってドンタンタンティタンタタタタ、やってること同じなんですけども、トン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 バンなんですけども、左右対称ですけどもリズムが違うのでそこ気をつけてくださいね。チャンチャンチャンチャチャンチャ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 ンとちょっとリズムがタン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 ではないので、そこのリズムのね、左右の足の違いしっかり気をつけてもらえれば大丈夫かなと思います。それと最後のスカッフルタッチですね。これ回数で覚えていただくのあんまり好きではないんですよね。リズムでしっかりタラランタラランタラランタラララララランみたいな感じでリズムで覚えてほしいんですけども、まあ回数で覚えた場合、右と左の回数が違いますね。こっちはスカッフルタッチ、スカッフルタッチ、3回やったらスカッフルステップ。こっちはスカッフルタッチ、スカッフル、2回やったらスカッフルステップヒールと入りますので、右足は3回、左足は2回というふうにスカッフルタッチの回数が違いますのでね、そこ注意してもらえれば大丈夫かなと思います。ただね、カウントをリズムで覚えてもらえるのが一番嬉しい かなと思います。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8というふうに1、2、3までやって5、6でおしまいというふうにカウントでね、覚えた方がもしかしたら覚えやすいかもしれません。自分のね、やりやすい方でいいと思いますので、そこ気をつけてチャレンジしてもらえれば大丈夫なんじゃないかなと思います。ということで本日も長い間ご視聴ありがとうございました。バイバイ。